賢い人々は、グリム童話の一つ。お百姓は、ある日、おかみさんへ旅に出ると言い,い、その間に、牛飼いが来るから、目牛の3頭を200ターラーで売るように頼んだ。牛飼いが来ると、200ターラーなら喜んで買うと言ったが、財布を忘れたので今は払えないと、おかみさんに伝え、2頭は今連れて帰り、あとの1頭は担保として置いたままにすることにした。 お百姓が旅から帰ってそのことを伝えると、お百姓は呆れ、間抜けだと罵っした。そして、俺は街道へ出て行って、お前よりもっと間の抜けた奴が見つかるかどうか、三日間、待ってみることにするよと言い、街道へと向かった。お百姓は街道へ行くと、一人の女を見つけた。お百姓がその女に、天国から落ちてきたんだというと、女は、亭主が天国でどうしているかと尋ねた。 するとお百姓は、あなたの亭主は着ている服もボロボロでうまくいっていないと伝えた。女はびっくりして稼いだお金をお百姓に渡し、亭主に与えるように頼んだ。女は家に帰り、息子へそのことを伝えると、息子は天国のことを聞くために馬を走らせた。息子はお百姓を見つけ、天国から来た人のことを尋ねると、山の方へ向かったと言われた。 息子は一日中働いて疲れていたので、お百姓に馬を渡し、その人を連れてくるよう頼んだ。お百姓は、お金と馬を手に入れ家に帰ると、間抜けのおかげで意味入りがあるなら、間抜け様々だ。と考えた。ありがとうございます。